はい、皆様こんばんは。というかですね、ライブが今日はできないので、なんだろうな、ちょっとこれ本当はライブでしたかったんですけれども、もう完全にクローズドでいきます。これ後で、アップします。なので今日はライブじゃないんですよね。なんで動画をこれ後でアップします。でちょっと今日はまあいつも通りやらせていただくんですけれども、ライブじゃないので皆様の質問が受けられません。まあちょっとですね、まあいいや、今日は2週間分ちょっとですね、僕がちょっと紹介しきれてなかった、メガネを紹介します。新宿店から誠です。本当は今21時21分です。これジャック・マリマージュですねの、メガネですね。ここら辺全部ですね、動画の概要欄に全て貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。ジャックマリマージュ、これ全部、メガネのケースなども全部あります。はい、ジャックですね。ちょっと今今日はなんだ、ライブでやろうと思ってたんだけど、いまいちあれになって、これジャックかっこいいですね。いまいちジャック、本当はライブでやろうと思ってたんだけど、あれなんでちょっといまいちあれなんですけども、はい、ジャックです。1本目、このジャックで、2本目のジャックが、今日入荷したジャック。このさっきのは先週かな、これがジャック。これはまあクリアで、これも花盛りがありまして、花盛りじゃないな、可動式の花になってます。これもすごい綺麗、可動式の花、これね可動式になってて、こちらにはいクリアの、これは本セルじゃないんで、おいどこかな、ここがちょっといかないんですけど、本セルじゃないんでアセテートなんですけども、すごく綺麗な生地です。はい、ジャックス。まあ激しすぎるメガネとかじゃなくて、もう本当に綺麗で上品なメガネ、そしていろいろなところが、まあもうこのあからさまじゃないメガネでいいメガネを探してる方などにはおすすめですね。はい、ジャックで、正弘丸山です。こちら正弘丸山もすごい素敵なフレームが多いんですけれども、これはアシンメトリーですね。金と銀になってます。で、どれも、ここのフレーム自体もカッ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 とこうね、いろんなところに、趣向が凝らされてて、通常の形じゃないんですよね、これ。正弘さんはかっこいいです。ほら分かります？これ普通の形じゃないんですよね。カク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 、うわかかかかと。でこっちシルバーで、こっちが金、おっと、ですね。ちょっと光の具合で分かんないかもしれないですけど、概要欄に貼ってあるんで見てみてください。細かい、フレームの詳細が。はい、であとはこちら、これはオプティックジャパン機のオリバー・ピープルズの、純正のクリップオン付き、しかも跳ね上げ、かっこいいですよね。でこんな感じでわざわざ取らないでいいわけですよ。でちなみにこの跳ね上げ自体も、取れます。これ自体、着脱式なんで、これ自体も取れちゃいます。型にねクリップオンをこう外せます。でこのクリップオン外さなくてもこのままでこうやってこう見れちゃうんで、すごいさらに便利で、これ自体も外せますね。はい、オリバー・ピープルズオプティック・ジャパン時代のオリバーで、これがあやめのスワン。これどうしたのかな、なんかこれまた入ってきたのかな、これもなかなか変わった形で、上にこうブリッジがあって下にこう来てますね。はい、あやめのスワンで、最近定価がものすごく上がっているリータステイツマン3、サーモンとの中の王様っていうかな、サーモンとの中ではもう本当にダントツかな。まあジャックマリマージュももちろんなんですけれども、まあ、ディータも、また違った意味ですごく繊細な作りで、細部までかなり作り込まれてます。ディータの、ステイツマン3と、これはゲルノット・リンドナーですね。ゲルノット・リンドナーは、ルノアの、まあ、ゲルノット・リンドナー氏、もう名前なんですけど、スティーブ・ジョブズさんみたいなの、ゲルノット・リンドナー氏、ルナオのそう、ゲルノット・リンドナー氏が作った独自ブランドですね。これはシルバー925を使ってまして、これはそうだな、ちょっとカラーがクリアなんだけどカラーがついてて、今花盛りがしてあるんで、花パッドか、あ、花盛り、これ本来だったら全然かけられないんですけど、これ花があるんで大変かけやすくなってます。これ花ないと全然かけられませんね。だからこれはすごいいいですね。むしろこれうち花ないものもあったんですけれども、ここはシルバーです、花がないとまず登れないんですけど、可動式の花がね、ちゃんとピントが合わないですね。可動式のこの花がちゃんとついてるんで、すごくかけやすい。むしろこれなくてかけられる方いるのかなっていうぐらいなんですけども、だからこれはもう本当に完璧にかけられます。可動式の花が、花盛り加工がされてます。で、これがネイティブサンズ、すごいいい色ですね。ネイティブサンズです。これネイティブサンズ、ネイティブサンズですね。これまあこれも本当にいい色で、綺麗な生地なんですけれども、ネイティブサンズ。あとはちょっと今日あれだな、いろいろと前後しちゃうんですけど、これ突然また全く違う系統のファクトリー900、ブルーと赤と白かな、なかなかな色合いですよねこれ。はい、ファクトリー900、そうですね。とファクトリーといえばこれ160、 FA160 ってね、めちゃめちゃ流行ったんですけど、幅がすんごい広くなってるこれ。宮川大輔さんが、以前これフード付きもある、これもともとフード付きなんですけど、これはフードなしなんでうちお安くなってます。以前、今はかけてないですけどね、このメガネすかけてて、めちゃめちゃ、生産が追いつかないぐらいだったんですね。今も、生産は、廃盤ではないのでしてますが、まあ、かなり変わったメガネですね。まあ、本当に人気だったメガネ160、ちょっとこう開き気味だね、開き気味です。これハの字にちょっとこう開いてますよね。はい、だからこれをお顔が大きい方におすすめです。はい、あとはこれもめちゃめちゃ本当はかっこいいんだけれども、ネイティブサンズ、さっきのとワコマリアさんのコラボで、さらに言うと、なんだっけ、今日ね お客様に教えていただいたんですけれども、DJ ハービーモデル、 DJ ハービーさん、めちゃめちゃ僕全然知らなかったんですけど、めちゃめちゃかっこいい、方ですね。ご年配の方なんですけど、まあ、僕よりもちろん年配だと思うんですけど、めちゃめちゃかっこいい。でこれはだから DJ ハービー